春がやってきました。阿里山では桜が満開に、山がピンク色に染められています。昼間は桜の木の下をそぞろ歩き、夜には夜桜を楽しめます。夜景が綺麗、満開の桜も楽しめる。夜桜の鑑賞がめったにないチャンス。夜桜の鑑賞は3月の初めまで。静かな阿里山で桜を鑑賞しながらお茶を楽しみます。行楽客が桜と高山茶両方楽しめるよう、きれいな環境づくりに努めた。新型肺炎を心配するなら郊外をおすすめ。昼間の桜にしても夜桜にしても、それぞれの美しさがあります。